あー、馬とマーチキン定食。わー、すごい。なんかガーリック臭みたいなのが漂ってるね、これ。まそう。イエーイ。あとこれサラダちゃんね。サラダセットにしました。いただきます。まそう。いただきます。よいしょ。いただきます。ちょっとごまどれをじゃあサラダにかけて。よいしょ。いきますね。なんかドレッシングの種類もすげえいっぱいありましたね。さすが松屋さん。よいしょ。いただきます。おいしい。店内飲食だとお味噌汁がセットでつくんですけどね。なかなか子連れだとね、厳しいものがあるよね。いつかでも行ってみたいですけどね。子連れ、松屋デビューしたいですけど。これね、美味しそう。これどうやって食べるんだろう。米ごといただきます。美味しい。うまっ。なんかガーリックの風味がしますよ、これ。ニンニクが効いてて美味しい。ああ、いいね。エクスタシーって感じ。これ影でご飯の上に影んのかな。なんか結構スープがね、スープっていうかなんかソースがダクダクなんだけどね。まあ、ごといきますね。大ぶり。おいしい。なんかご飯ね、特盛りも大盛りとかも値段が変わんなかったんでね。ほいど根性丸出しでね、特盛りやってきたの、これ。特盛りやってきて、ちょっと姫ちゃんズに米ちょっとあげてみたい。めっちゃこれ器でかいんですよね、これ。腹ペコだから助かるね。おいしい。なんかこれでもかけたら美味しそうだよね。どうしよう。かけてみようかな。これちょっと半熟卵だよね。ちょっとこれもうそのまま、ちょっと一口でいきますね、これ。半熟卵ちゃんいきます。つるっといきますね、つるっと。美味しい、とろっとろ。ちょっといい感じに黄身じわになったね、これ。これあまりのルイボスティーちゃんの。ルイボスいいね。これで今日ね、検診行ってきたんですけどね。前回の糖尿検査とか、早産検査とか、貧血の検査とか、全部何も異常なくてよかったですね。あと今日なんか血管の短さ、長さ度が上がったんですけど。問題なかったからよかったですね。あとなんか頭もね、下向いてるので逆子じゃないですとかって言われて。安心しましたね、ちょっと。トマトソースすごい、これ。で、なんかね、体重がね、前回よりも 200g しか増えてないですけど大丈夫ですかみたいな言われて。なんかあんまり体重も増えなきゃ増えないで心配されるんだとか思って。もうなんか無理してないみたいな感じで言われて。別に食べるの食べてるって言われて、食べてますっつって。強いて言うならなんか便通がいいからですかねとかって喋って。そんな感じでしたね。多分普段姫ちゃんちにこき使われてるから、動いてるからね。結構毎日のように甘いものとかね、食べてるんですけど、 200g しか増えてなかったっすね。ちょっと卵と絡めで。おいしい。
チキンうまいね、チキン。あともう前回とか前々回で分かってたんですけど、性別もちょっと分かったんでね。まだ緊急アンケートを行いたいと思います。第一の時ね、同様、緊急アンケートをちょっと皆さんにちょっと実施したいと思って。このトマトソースおいしい。まだボーマーちゃんの第二子が男の子だと思う方は丸一で、女の子じゃないかって思う方は丸二で、コメントお待ちしております。サラダうまかった。第二回緊急アンケートですね。おいしい。まあ私はね、どちらでもあれだったんですけど、よかったんですけど、おーって感じでしたね。嬉しかったですね。私の感想は、めちゃくちゃ、わー、マジみたいな。わ、嬉しい、ラッキーっていう。よかったです。もうほぼ今、Cあれでしたね。まあどっちでもあれだ、いいんですけど。嬉しかったということで。丸一男の子、丸二女の子で、おなしゃす。ちょっとこれさ、ご飯粉ちょっとソースが結構いっぱいあるんで、ちょっとご飯をさ染みさせて食べてみたいよね。ちょっとこんな感じでさ、ほらどう、これなんかソースがすごい美味しいからさ、これご飯にこうかけたらすごい美味しそうと思って、これあら、これいいんじゃないの。美味しい。食を楽しむということはまさにこういうことですね。美味しい。うまとまライス激アツですね。もう最後の一切れ。あっという間だったね。あっという間になくなりますね、これ。今日も京都でね、10時半の予約だったんですけどね、呼ばれたのが11時半とかで。今日も京都ってめっちゃ混んでた。大変ですね。毎度毎度なんですけど。しょうがないってしょうがないですよね。完食、ごちそうさまでした。美味しかった。久々松屋うまかったです。ごちそうさまでした。